発マリオ30連発パート3。どうもピオキングです。今日はですね、一発マリオ30連発パート3ということで、まあ以前にもねパート1とパート2出してるから知ってる方は知ってると思うんだけど、僕がショート動画で出した一発マリオ30個少しだけ編集してつなぎ合わせたものですね。でこの連発シリーズなんだけど、2ヶ月から3ヶ月に1回のペースで出せそうなんだよね。まあ通常の動画もショート動画もいつも見てくれてる方いると思うんだけど、懐かしく思いながら見てくれると嬉しいと思います。それじゃあレッツゴー、瞬時にクリアしてみせるからマジで見てて。つらら、綺麗にフラグを回収したところで真面目にやっていこうかな。今のはネタみたいなもんだよ。まず左に逃げよう、そして右に逃げる。クリア率 0.8% を侮るな。まず右、そして左からの右に逃げる。でこのつららってね、近づけば早く壊れてくれるんだよね。これを利用していく。真面目にやろう、このくらいのコース真面目にやればちゃちゃっとクリアできるんだ。クリア率 0.8% がなんぼのもんじゃ。福岡魂になめるな。さあここでゴールしてしまうよ僕は。とりあえず右ダッシュしてみようか。あ、やっぱここ触れないよな。この下行けたらワンチャンなんかあると思ったんだけど、あ、なんかゴール消せる、もしかしてこのままゴールできるみたいな。うわ、でも時間が足りんばい。まあまあでも消せるのは分かった、消せるのは分かったんだけど、カメくん早くこのゴールを消してその間に右下に行ったらゴールできるっていうことなんかな。おっせまずこの音符の意味は何なんだろうね。この音符の謎が解ければなんかクリアできそうな気がするんだけどな。あ、分かった、これ倒せばダメだね。カメく倒したらさ、ゴールがすぐ復活すると思ったんだけど、あ、消えた。分かった分かった、はいはいはい、そういうことね。多分右側にカメックをワープさせるんだよ。もう分かったね。いや面白い、ありそうでない一発マリオだね。でここでさ、カメックにゴールを消させておいて、カメックをやっぱ倒したら一番早くゴールできると思うんだよ。頼む、ちょっと無言でやってガチで一発クリア目指していいかな。なるほどね、そういう初見殺しを持ってくる感じで。でもさ、この靴があるって分かったんだけど、この靴があったら結構簡単にクリアできちゃうんじゃない。うわ惜しい、あのガリガリさえなかったら結構簡単にクリアできるんだけどな。あのガリガリが左に行った時に落ちてみようか。ここで落ちてみたら、あーダメか。じゃあ次はガリガリが右に来た時に降りてみようか。それで多分ゴールできるんじゃない。このタイミングでいける、あの良いな。次で行きたい、そろそろ行きたいね。右のタイミングだ、ここか。そしてふざけるな、ガチでやっていこう。無言になったらクリアできるっていうことを証明しよう。こっから出てくるクリボーを倒してってことで、ゴールが、うわ意外と遠いね。そして10秒しかないの。っていうことは10秒以内に10匹のクリボーを倒してゴールしろっていうことか。ここでずっと踏み続ければいいだけじゃないの。そして10体倒してから右に進んでみようか。6、7、うわ残り2秒、うわ全然時間が足んねえ。これいけんのかな。早くんならクリボーが早く土管から出てくるみたいなのあるかな。なんか早くなってるような気もしなくもしないかもないけど、え、これでいけるのかな。あ、いや多分いけるいける、もっと早くしたらゴールできそうだね。今のでも結構ゴールポールと差があったもんね。だからクリボーを踏んでほんの少ししか上がったらいけないね。そんで10匹目踏んだ時は右にダッシュしながら、これでいったんじゃないかな。頼むゴールして、スコア出てんじゃねえか。もう完全に集中モード、次で絶対にクリアしてみせるから無言モード入るわ。こんなクリボーを倒すだけのコースが僕にクリアできないと思っているのか。さあこれはゴールしたんじゃないのか。頼むマリー、一番右この場所で大ジャンプしてもまあ上の針に当たらないよね。こっからとりあえずピージャンしてみようか。まず普通にピージャン成功させよう。上に行けたら上に行けた時考えよう。うわやっぱこうなってしまうよね。あの間絶対むずけえもん、くぐり抜けるの。だからまず P を踏んでもなるべく遅めにジャンプしろっていうことだよね。あ、いけたいけた、これがなかなか幸先いいんじゃない。いけるいけるぞピオキング、お前は数々の一発マリオやるたびに上手くなってるんだ、自信を持て。はい、ただ僕が黙れば確実にクリアできるっていうことを証明してみせましょう。見ててみんな、フラグだから。超集中モード、なんなんだそのやられ方は。30分経ちました。本当に鬼畜だねこのコース、全然いける気がしないもんこのコース。本当に過去一難しいピーちゃん、結構簡単にいけるんじゃない。ゴールってそんなに遠くなかったね。もうつまずきすぎでしょ。これ絶対いけないと思う。あ、いや意外といけるいける。え、まだあるんかい。
絶対あのツタがゴールだと思ってた。うわ悔しいで、絶対行ったと思ったんだけどな。絶対無理でしょ。これほんとぶつけよ、この一回もつまずかないで頂上まで行けって結構鬼畜じゃない。ペレ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 ペペ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 、ふざけるな、もっとちゃんとやれ。いやもう絶対今、いやもういいや、もう喋らない方がいいかもしれない、僕。いや惜しいところまでは来てるんだよな。つまずかないだけなんだけど、こんなに難しいもんなんだね。でも本当に感覚はなんとなく掴んできたような気がするっていうか、これ絶対行ったでしょ、一回もつまずいてないよ。これで行けなかったらストレスマント飛行ってそういうことか。このマント状態で針に当たった時ってちょっと無敵時間ができるじゃん。この状態のまんま一回もダメージを当たらずゴールまで目指せっていうことなんじゃない。一旦タイミング見計らった方がいい。何秒の時に当たるかだね。6秒、次は4秒、ちゅうことはさ、2秒経つごとにジャンプしてったら結構先まで進めるんじゃない。今8で当たったから次6だね。で次が4、ここ、うわそんな簡単にはやっぱ行かせてくれないよな。当たってからのタイミング考えよっか。ポロン1、2、3、はい、うわーダメか。1、2、3、はい、ジャンプで行ってみようか。ガチでやってっていいかな。ポロン1、2、3、はい、ジャンプ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 。ポロン1、2、3、はい。こういうのが本当にめっちゃめっちゃきついんだよね。とりあえずさ、いやどうしよう、一旦一番右行ってこっから U ターンして行ってみようか。やっぱこうなるよね。じゃあスタート位置から右にダッシュしてジャンプしてみよう。まあこんなね、動画映えはしないコースちゃちゃっとクリアしていこうじゃない。はい、ダメ、スタートかないよね。現実逃避に走っちゃって、アイテムがあったら簡単にクリアできるのに、こんなコースよ。助けてピヨイモン。しょうがないな、ピヨタくんは。バネー、このバネがあれば簡単にゴールできるでしょ。ありがとうピヨイモン、このバネがあればゴールできないよ。やめるね、僕は喋らない方がクリアできるんだ、それを証明してみせようじゃないか。敵を避けるだけなのにクリア率が 0.2% っていうのはちょっと大げさなんじゃない。これどうやって避ければいいの。いや待てまたか。あ、ここが穴なんだね。そして一個ずつ上がれる。あ、一個ずつ上がれるね。こういう風にリズムよく行けば行ける。そして右下、これ一気に駆け抜けていいのかな。なんか出してこないね。じゃあ一気に駆け抜ける。そしておー、そしてわかるかこんなの。最後のピース位置、あそこがさ、早く行けっていうことが難関っぽいんだけど、今なかなか神々じゃなかった。次なんだよな、次のピース位置を押してこっから早く行けっていうことなんだけど、こ、いや、ちょ、間に合う、これ頼む、間に合って、よし、このまま右出してきて、頼む。いや、じゃあここは一旦乗っていいのかな。一旦乗って、おお足音がすごいな。でこっからどうするの。意味がわかんないよ。いや待って、マジで謎なんだけど、とりあえずこれ乗って先に行くことが合ってるんだけど、この足音がやばい。上行っていいのかな。上行ってこっからジャンプ、あ、これであのゴールに行けっていうことなんだね。まあそんな簡単には行かせてくれないよな。何回聞いても現れるわこの足音。じゃあここでタイミングよくジャンプ。うわ、あの砲台が邪魔でさ、上に行けないね。1秒後ぐらいに行ってみる。今多分ね、このぐらいのタイミングでちょうどいいかもしれん。ちょ、いや上に行けないんだって。ジャンプができない、ジャンプ。オッケーオッケーオッケー、ここからジャンプ。うわ惜しい、多分このタイミングでいいね。よく思いつくよねこんなコース。もうこんなバネと戯れるなんて僕のためにあるコースだと言っても過言ではないね。じゃあここでジャンプして、はい、右からのゴール。ゴール条件が10枚、コインを10枚以上取ってからゴールか。いやちょっと待って、もう無理なんじゃないの。いやこのキラーに乗ればワンチャンいけると思うんだけど、いやもう間に合うかな。この赤いの乗っていこうか。赤いの乗っていって、オッケーオッケーオッケー。そしてどうすればいい。もうめちゃくちゃじゃねえか。そして時間は足んないよ。まあ最初どのキラーに乗るか見極めようか。あー、このキラーでいいんじゃない。最初速攻出してくれたね。そして落ち着いていこう。落ち着いたね。ちょっと集中するわ。これ以上やっちゃうと、もし心配されるかもしれない。ピョキンさん今日大丈夫ですかみたいな。
まあまあこの動画を見てる方もね、おかしい人たちばっかりなんで大丈夫と思う。10コイン見えた。あの10コインを取ってゴール、早く10コイン。まあそろそろいけるんじゃないかな。コツもなんとなく掴んできたよ。嘘だけどコツなんてありもしない、こんなコースもう適当でいいんだ。10コインをどのタイミングで、あ、10コイン取れた。こういう感じでいけるよね。とりあえずこのリンク取ってみようか。リンク取って、いやでもこうしちゃうともうジャンプしなきゃいけないよね。はあ、どうやって着手しないでゴールすればいいんだろう。ここで右押した瞬間左、右押した瞬間左、うわ無理か。じゃあちくわブロックが降りると同時に右にダッシュしてみようか。これで上の方に行けないかな。押した瞬間すぐ左、やった来た来た、これだね。多分この取り方で合ってるんだよ。でリンクの状態ってしゃがめないじゃん。だから一旦当たっておこうか。当たって通常のマリオになったらしゃがめるからさ、この状態でダッシュジャンプして向こうに行こう。多分それでいい。頼む、なんだそのジャンプは。もうやめていいんじゃない。クリア方法分かったから別に見せなくてもいいと思うんですよ。あとはここでジャンプするのをみんな見とくだけだから、もうこんなの見る必要ないから、ちょっと黙るね。ガチで行く。俺を舐めるな。やっぱりあのパックン倒さなきゃいけないのかっていうこと。これをどうやって上にあもうダメだよね。隠しロックもないって書いてたから、ちょっとやり直そうか。いやどうやってすればいいんだろうね。この雪玉を上げるってことはもうダッシュしてしゃがみジャンプで上げるみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。だから左から右にダッシュしてすぐジャンプ。いや絶対無理ばい、こんなんじゃ上がんないね。ちょっとわかんねえな。最速見ていい？最速が2秒っちゅうことはもう開幕右にダッシュしてこのパックンを倒せてるっていうことだよね。どう、あ、分かったかもしれん。もう上から乗るんじゃない？上に乗ってすぐジャンプみたいな。いや、これでいけそういけそう。攻略法を見つけたぞ。攻略法さえ分かればこっちのもんだ。まず雪玉を踏む、そしてすぐにジャンプすれば負けんじゃん。もうふざけなんかいらない、ガチで集中するからマジで見てて。うらー見たきゃ、パックンじゃ、もう俺に盾つくんじゃねえぞ。デカキノコの状態で当たり判定がチビの時よりも結構厳しくなってくるんだよね。ちょっと練習していいかな。うわほんとむずっけ。一旦下くぐってしゃがんで右、しゃがんで右、しゃがんで右センスねえわ。もうやめた方がいいかもしんない、このコース。僕こんなのリズム天国さ、僕に任せて。リズム天国者ほぼ全てハイレベルだ。はい、やり直し。いやマジでむずけえこれ。本当に無言になっていい？今まで無言詐欺してるけど、無言だったらね、僕結構いけると思うんですよ。それを証明してみせたいと思いません。無機物、心を持て。僕と青の呼吸で行こうじゃないか。アウンの呼吸が一番先に進みやすいかもしんない。だからアウンの呼吸さえ使えば絶対先に進めるよ。え、これ右進むこれさ、まず左からダッシュしてタイミングよく入れっていう感じなんだろうね。とりあえずスタートした瞬間一番左、そっから右にダッシュして、これでいけないかな。あのように言ったね。入ったところでどうやって右に進むんだろうね。こっから、あーなんかジャンプ連打したらいけそうな気がするわ。任せて、連打なの得意だよ。ちょっとガチで連打してっていい？ガチで連打するから喋れなかったらごめん。うわむずっけーこれ。いやマジで連打してってるんだけど、やっぱタイミングが重要なんだよ。だからタイミング重視でいこう。見ててタイミングが得意だから。ワンツー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 。舐めるなよこの僕を。今のでもう大体攻略できたも同然じゃ。さあこれで行くがいいサマリュー。ワンツー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 。なんかおかしいね、なんかおかしいね、このまま降りて頼む。わ無音なんだね本当に。ジャンプは、あ、ジャンプはいいのか。そりゃそうだよね。でこれ踏んでいいみたいな。え結構余裕なんじゃない？あなんか中間ポイント見えるね。あーなるほどね、音符踏んだら終了ってことか。ちょっとガチで集中するわ。これまで僕が培ってきた経験、そしてテクニックを全て駆使してこのコースをクリアしていきたいと思いません。ただ僕がちょっと本気を出せばちゃちゃっとクリアできるはずさ。見よ、スーパーミラクルローリングサンダー。ごめんちょっと発音がおかしかった。ガチでやっていく。スーパーミラクルローリングサンダーこれ結構むずけえよ。何がむずけえかって言ったら、この音符にさ少しでも触れるじゃん。そしたらダメみたいな。音符の当たり判定が大きすぎるんだよね。クリア率 1% の理由が分かったわ。だから右の陸地もど真ん中に乗れみたいな。オッケー、やったいや本当に難しかった。とりあえずこれ触ってってみる。いや触れないのか。え、これマジでどうやって触るんだろう。いやま
かんで、ね、ヒップドロップしてみる。うわ、しかも時間が10秒ってのが結構厳しいね。とりあえずここでヒップドロップしてみる。うわダメか。じゃあ滑ってもダメでしょ。じゃあなぞるわ。放題なぞってもダメなんだね。じゃあでんぐり返しやってみようか。でんぐり返しでゴールポールは触れない。じゃあこのでんぐり返しが終わるところちょうどに来るように、この辺とか絶対違うと思う。こんなんじゃ無理ばい。きっと一つ忘れてたわ。くるくるがある。これ近づいたらゴールできるみたいなそんな甘くないんだよ。いや本当に分からん。じゃあ次は砲台右側ギリギリで落ちてみようか。これでいけないかな。え、転がりがり抜けれんの。まずちょっとさ、走って行ってみていいかな。もう分からん。勢いが足りんかったってこと。じゃあ一番左から右にダッシュしてみようか。これで先に抜けれるんだ。はい、ダメ。走って抜けれるとかいう固定概念にとらわれちゃダメだね。歩いて抜ける。そうだろ、無理だよ。早速見ようか。最速が1秒ってことは、スタートして、これジャンプ、あ、ジャンプなんじゃない。なんかジャンプいけそうだよね。ジャンプしてあの狭い隙間をくぐり抜けるみたいな。そんなの分かればもう簡単さ。見てて、スーパーミラクルローリングさんだ。はい、しゃがんだ方がいいのかな。一旦しゃがんでみようか。ショージャンはダメだよね、さすがに。ショージャンしたら、うわーゴール条件なくなってしまうか。いや、ワンチャンでゴール条件なくならないでいけるかもって思ったけど、ってことはもう足し合い成功させるしかないんだよ。10秒以内でピンスイッチを25個踏むだけでもきついのに、このバネの量でしょ。とりあえず踏んでってみる。いや違うんだって。違う。ごめん、ちょっとガチでやっていく。マジで難しすぎるこのコース。もうおしゃべりなんてしない。ワンツー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 からの天国まで超特急。ワンツーっていう掛け声がダメなんだよ、きっと。僕らしくない。僕らしく行こうじゃないか。マジで酸欠になる。今ちょっとフラッとしたもんね。やべえやべえ。もうこれ以上変なこと続けると僕倒れちゃうから、真面目にやっていくわ。もうネタが尽きた。 B スイッチを踏み続けるだけで喋ることなんてあんまりない。これって頼む、言ってくれ。もう喋るネタなんて僕はないんだ。頼む、あと1個。ハンマーブロスが何体だったっけ。 1,2,3,4,5,6 6体も守ってるんでしょ。これクリーボーが強いっていうより、クリーボーの周りの兵士たちが強いみたいなことだよね。いや、これ隙がないで。開幕右ダッシュからの真ん中のブロスを倒す。ちょっと粘ってみるわ。真ん中は早めに倒す。そして左に逃げる。あ、で真ん中クリボーからのゴール。いや、これもうゴールできるんじゃない。さあ、希望が見えてきたね。なるべく真ん中のブロスを早めに倒すからな。ターン、そしてターンからの頭パッカーン。ちょっと集中するわ。マジでむずすぎるこのコース。集中するわ。このくらいの難易度余裕なんだ。今に見てろ。ちょっと待った、このブロスたちを全員倒してこそ本物の一発マリオ名人と言えるんじゃないのか。なんで今からこのブロスたち全員倒してクリアしていきたいと思います。真ん中からの左無理かな。左あ、いったこれいったんじゃない。オッケー、そしてクリボーを倒してゴール。頼む、ありがとう。さあ集中していこうか。まあ、僕はこれまで過去いくつもヘディングコースをやってきたからね、こんくらい全然余裕さ。マジで一発でクリアしてみせるよ。見ててみんな、これフラグだから。お前ら体感いいな。絶対落ちないんでしょ。何こんだけ跳ねてんのに、その23体ものハンマーブロス落ちないっていう、その体感力僕にも欲しいぐらいだね。ちょっと待ってみんな、今ね重大なことに気がついた。めちゃめちゃ目が痛い。これまばたきができない。頼むって、まばたき、そして目が痛い、相当目が痛い。一目まばたきしていいかな。よしよし、今一目まばたきできたよ。そんなに状況は変わってないみたいだね。まあ、これめちゃめちゃ長いからさ、マジで怖いね。もう二畑ぐらいしなきゃ。いや、来たここでシュート、やったうますぎる。ここでジャンプミス、いや勝ちブロックとかないだろうな。オッケーどうもありがとう。いや、時間10秒しかないのか。いや、隙がね全然隙なくない。ここやったー。ちゃんとやろう。見極めていけばそんなに難しくないコースのはずさ。ブロスがなんぼのもんじゃ。はい、ダメー。開始ダッシュで行ってみる。開始ダッシュで行けるかどうか。あ、いけそう。え、このまま開始ダッシュでし続ければゴールできそうな予感がしない。まず2体ずつダッシュしてかましていこうか。2,4からの6、そしてパパカパー。6体目踏めないか試してみるわ。2,4、そして6体目を踏んでみる。うわ、だ
中行った行った行ったの。ゴロドン勝ち野郎が。ただもう全て読めたね。2位からの4からの6を踏んだら先に進める。そしてここからジャンプすれば休めペッケン。最後のハンマーだけ気をつけようか。そしたらもうゴールできるんじゃない。2、4、この6体目を踏んでいく。そして最後のハンマーさえ気をつければ。もうわけわかんないよこれ。とりあえずこれ上から行けってことなんだろうね。上から行って、あ、なんか裏にコイン見えるよ。あ、コイン取れんくない？え、コイン取れないんだけど。これ下行ったら潰されないのかな。あ、意外と潰されないのね。じゃあ一旦一番右まで行ってこっから戻る。戻れねえじゃねえか。じゃあ早く右に行って早く左に戻ろうか。それであの砲台抜けれないからここで一番左まで行く。オッケーオッケー。そしてここで上に行ってあの10コイン取れないかな。もう疲れた。この間やっぱ挟まれちゃうかもしんないじゃん。それがめちゃめちゃ怖いんだよね。あ、右側は普通に取れるんだ。あとは左側だけか。これ戻れる？ちょっと戻れんかな。あ、戻れるね。ここでちゃんと下に落ちればいけるんだ。頼む。タイミングが分かんねえ。どのタイミング、このタイミングか。オッケーオッケーオッケー。そして下潰されてこっから右出し、頼む。下行ってこのパックンを抜けろっていうことなんかな。え、これちょっと分からんくね。え、どこにいるか分からんねえけど、これでキノピコに変更したらいけるってことなんかな。ちょっとキノピコに変更してくるね。はい、それじゃあキノピコに変更してきたね。これでなんか変わってるといいんだけど、この上の扉はどこに続くんだろうね。あ、ゴールバーのところ来たよ。で、これでキノピコだったらなんか変わってるみたいな。あはは、なるほどね。え、すごいすごい。これキノピコだったらさ、尻尾みたいなのがあるじゃん。尻尾じゃねえか、頭から生えてるから。これでどこにいるかわかるんだね。そしてあのパックンを避けろっていうことか。いや、これめちゃめちゃすごいね。面白い考え方だよ。そしてここもパックンが下に行った時に左に行ってゴールできるっていう感じだね。食いに乗ってジャンプしていくっていうことだと思うんだけど、いや絶対こういうことだね。でもさ、それでもめっちゃ難しいんだろうね。クリア率が 1.88% ってさ。でさ、パラシュートが左に行ってるじゃん。だからマリオに勢いがつけれなくって届かないんだよね。これをどうやっていくかなんだけど、うわ、やっぱ無理か。とりあえず最速見ていいかな。最速が 1.7 秒か。 1.7 秒ってことはもうスタートした瞬間にこの杭に乗ってジャンプ、もうこれでゴールしてると思うんだけど、マジで全然勢いがつかないから届かないのよゴールに。なるべく左側に着地して勢いをつけて右側に行ってみる。うわ、これの無理か。え、マジでわかんねえ。いや、どっちかっちったら多分右寄りの方が絶対いいと思うんだ。このドアに入るじゃん。そしたら氷ブロックとバブルがね来るんだけど、このバブルの出る位置が氷ブロックのところ全部ぴったりに来ないとクリアできないみたいだ。じゃあ開幕速攻右ダッシュしていく。これでどうかな。これでバブルの出る位置は、うわ、惜しい。あっつ、ドアの入る位置なんじゃない。ドアの入る位置を確認しながら行ってみようか。ここ一番左ギリギリドアのところに入ればどうなるか。それじゃあ次は一番左からちょっと右、ちょっと右に行って入ってみる。何このゲーム。僕が今何をやってんの。マリオっていうゲームを楽しみたいんだけど、ただのドアゲーやってるよ僕。ちょっとこれで何度かやってってみるわ。もし制作者さんがいたらね、答えをマジで教えてほしい。これどうやったらクリアできんの。はっはっは。いや、待って、ちょっと落ち着こう。落ち着こう。これマジでクリアした。まあまず最初見ていこうか。何これ、え、何なのこのコース。全然想定外なんだけど。え、あのバネに乗ってドアに入れっていう感じかな。どこのバネに乗ればいいの。無理じゃんこんなの。いや、マジで分かんない。ちょっとスタート連打するわ。めったに僕しないんですけど、ここでスタート連打しながらどこのバネに乗ってドアに入れるか見てってみるね。今一番下のバネがあるじゃん。あれ無理かな。あれいけ、いや、いけそうだけどめっちゃギリギリだね。2段目の方がいいかもね。その上にあるバネ、あ、その上にあるバネ、端っこだったら乗れるってことか。あとはタイミングを見極めるだけだ。集中しろ。どのタイミングだ。このタイミングだ。わはー、ちょっとこれ黙らなきゃクリアできないコースなんじゃないの。だから次勝ったら僕黙っていいかな。来た来た来た、これはゴール、ゴール、ゴール、やったー。ゴール条件が1回もダメージを受けないでゴールね。とりあえず重ねてってみようか。
え、重ならないの？このパンを投げてバネに当ててみるわ。それで重なる。あ、重なるね。なるほどね、こうやっていくのか。そしてこっからどうやって重ねられるんだろう。ヘディング、もうヘディング以外になくない？こうやっていけみたいな。これ分かったかもしんない。一番左のパワーブロックがあるじゃん。このパワーブロックを投げたら一番左のパワーブロックが余ると思うんだよね。そしてこの右のパワーブロックの上からヘディングして2段目3段目と乗せるみたいな。これ以外にも行き方がないんだよな。なんか行けそうな気がしない。だってこれで、うわ無理かな。絶対これだと思う。こうじゃないとさ、もう届かないもん3段目に。やった来た。これでいけるかな、この大ジャンプで。いやもうちょっと右か、当たったらおしまいだからな。オッケー、やっとクリアできた。どうもありがとうございます。カロンの甲羅が全然どこにもなか、あはは、上から降ってくるっていうわけね。これ入ったらさ、もうゴールできるんじゃないの？うん、できないね。隠しブロックがどっからどこまであるか見ていいかな。一番左はある。え、これもしかして全部ある感じ？いや絶対どっかに穴があると思うんだよな。え、ないの？これカロンの氷で滑っていけみたいな。こうやってさ、下押したらやられるじゃん。いや絶対あそこまで届かないよな。一旦ちょっとやってってみていい？いや無理だよな。あ、これさ、あの滑ってパックを倒していけってことなんじゃない？リズムだ、リズムよくいこう。ワン、ツー、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 ワン、ツー。気持ちすぎ。まあこんな気持ち悪いやつはほっといて、シャッシャとゴールしましか。ゴールしましかって、なんだゴールしましかって。大事なところに来たんだな。これクリアテイクになるんじゃないのか。とりあえずまあ見ていこうか。どんなコースなんだろうね。ちょっと待って、これ絶対狙っちゃうやろ。ここ閉じ込めるの絶対狙ってるやろ。この制作者さんさ、この大量のキラーさえかわすことができれば全然余裕でクリアできると思うんだよな。ここでジャンプ、オッケー。そして、え、ちょっと高くないですか？左から行けないんだろうねきっと。だからここでタイミングよくジャンプして、あの砲台とキラーの間を抜けるみたいな。多分それで右側に行くんだよきっと。ちょっと見ててね、マジで集中するわ。このタイミング、ベイ、なめるな。こっから僕の集中モード、みんな見ててくれ。ヒップドアップして頼む。いいところ、綺麗な整列。ここで砲台に乗るからの、このキラーに乗っていけばいけるんじゃないのかな。そうでしょ、のび太くん。なんか今汚いドラえもんいなかった？汚いドラえもんの力を借りずにこのコースをクリアしていきたいね。さあここでジャンプ挑戦、来た、いけー、やったー。どうどうじゃねえんだよ。パート2の時も終わった時どうって言ってた。ボキャブラリーが少ない男ですいません。で今回の動画みんなどれが好きだったかな。僕はさ、個人的に大量のバネが降ってくるのあるじゃん、レールに乗って、あれがすごい好きでしたね。ぜひみんなが好きだったなって思う一発マリオをコメントくれると嬉しいです。そんでさっきパート1とパート2を見てきたんだけど、やっぱ違うね、最初の頃と実況の仕方が。これに磨きがかかってる。まあこんな壊れてる僕でもこれからもよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。